久保さん。変わる人と変われない人にしましょうか。変わる人と変われない人って、変わる人って、多分ね、いろいろやってきたから変われると思うんですよ。うん。A もやった、B もやった、C もやった、D もやった、E もやった、F もやった。いろいろやってきたから、あのー、多分変われると思うんですけど、何もやってないと挑戦してなかったりとか、何もやってないと、やってないわけですから。 コンフォートゾーンというか,なんかずっと同じ場所にいるみたいな、うん、なんかあそこも行ったしこ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 こも行ったしってなったら多分もうその世界をいろいろ見てるので見え方が違うと思うんですよね多分よく言うのがそのあ、あのー、いろんなところに旅行行,く旅行行って旅行行ってその海外とか行くじゃないですかでその世界見ますよね 文化だったりとかそこで触れ合う人たちとか日本とは全く違う文化常識があったりとかでいろんな景色を見るとでそこで経験するとものの見方が解釈の仕方が変わってくると変わってくるとでもその違う世界を見てないとその今の世界が自分の世界みたいなだ視野が広がらない、うん だからよく年を取るとね、丸くなるみたいなのがあるんですけども、なんで年を取ると丸くなるのかっていうと、まあそういう言葉が出たのかっていうと、多分おそらくなんですけど、その年齢のごとにいろんなことを見てきたから、その世界が、なんか地球は丸かったみたいなね。そう。あのガガーリンでしたっけ地球は青かったみたいな。ただその遠,遠くから見れるだあの。僕たちは地球に住んでるんだけども、地球から出て宇宙から見ると、 なんか客観的に見れるじゃないですかでもそこはその自分のその客観的に見れないものの見方が変わらないんだったらいつまでたっても自分のコンフォート層にいる、うん、変わらない世界ですよね。で物の見方が変わるとなんか世界が変わるんですよ。うん、だからやっぱね死ぬ前に いいいいろんな経験しした方が本当にいいと思いますしやっぱ若い時ですよね若い時いろんなまあ動けるうちにいろんなことを経験しないと動けなくなるので動けなくなるとまあどんどんその,しあの広げようがないというかうんだから年取っても丸くなれない人っていうのは多分、まあ、いろんな経験してこなかったんじゃないかなと思いますで経験してこなかったし年取ってじゃあ新しく挑戦しようっていうのはなかなか腰が重くなるし ずっとその世界にとどまってしまうってことですよね。うん。はい。い,いってらっしゃい。